listening to Shibuya Cross FM. はもう3月ですよ、はいね、今日は寒いですけども春間もなくとなりますね。皆さんどうぞ明るい春にいたしましょうね、はい、はい。そして花村学園はいつでも春爛漫でございます ね、 そうですね、はいはい、今日も元気に参りましょう、はい、さて私は皆さんこんばんは、ヨウミです。ミュージカルの脚本演出、そしてダンサー、そして出たがり女優、そしてエンタメのため、そしてペットたちのために頑張ってまいります。ではこの番組のスポンサーをご紹介いたしましょう。賃貸経営を劇的に変え、投資家さんの利回りを支える神、大家さんクラブ、サクライフ株式会社様、花の力を創造する植物フリーク様、お客様の満足を超えた感動をお届けするワンちゃんと共に過ごすラグジュアリーなホテル雑誌浜名湖様、各社のご提供でここ渋谷クロス FM サテライトスタジオからペットとの共生をテーマに生放送でお届けしております。さて本日のキャストをご紹介いたしましょう。私の隣におりますアシスタントパーソナリティは小豆島のプリンス女優原田修ちゃんです。はい、原田修です。今、はい、プリンスって言いました。そう、いやそう、あとね今ねちょっと少女って言いそうになっちゃった。はい、いつまでも少女だからね。あ、はい、そして修ちゃん、いよいよ来週からはい、はい、ゾノジェットの始まりですね。はい、はい、そうなんです。はい、ご紹介お願いします。はい、2月29日から3月10日まで、はい、東日本橋にてゾノジェット第8弾ゴージェット55ボリューム1スペシャル1、はい、とありまして、うん、こちらの公演で私は A 班として出演させていただきます。皆さんぜひ見に来てください。はい、ね、はい、本当に今お稽古真っ只中。そうですね、はい、どうですか最終稽古で、うん、はい、もうとっても面白い作品に仕上がっているので、はい、ぜひ見に来てください、はい、皆さん見に行きましょう。はい、はい、それではお待たせいたしました。はい、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう、はい、世界の三大美女と言ったらやめようよそれこの方しかおりません。はい、クレオパトラ、楊貴妃、そうです、この方でございますね。シンガー、女優で大活躍の原めぐみさんです。はい、どうも皆さんこんばんは、原めぐみです。はい、もうその三大美女早くやめてくれないかなと思って毎回願っております。いや、もうファンの皆様はそう思っていらっしゃるので。いや言い続けますわ。はい、そしてめぐみ今日も元気にセクシーに美しくよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、そしてもう一方ですね、初登場でございます。なんと2016年開催のアリアナグランド全国大会オーディション、はい、アリーガールを探せでなんと優勝されましたシンガーソングライターの水木ちゃんです。よろしくお願いします。はじめまして。はい、はじめまして。水木ちゃん今夜は本当にようこそいらっしゃいました。後ほどゆっくりお話を聞かせてください。はい、ねえ、ほんと楽しみですよね。はい、そして今日もねスポンサー様から素敵なこの、ね、はい、植物フリー様いつも珍しいお花ありがとうございます。それではしゅうちゃんご紹介お願いします。はい、それでは本日のお花をご紹介します。はい、本日の植物はビオラ、品種名はレモネードといい、上辺だけが白く色が抜ける特徴があります。うんうん、スミレの趣がある極小輪の品種で、うん、やや細長い花型と花の大きさは日本人独自の感性で磨き上げられました。うん、平成からビオラの品種改良は目覚ましい発展を遂げ、うん、
世界が注目する日本の花となりました、いつもね珍しい花よね、はい、片山さんいつも素敵な花ありがとうございます。ありがとうございます、はい、そして娘のキバちゃんも見てますか。はい、いつもありがとうございます。それではもしお便りの方はこちらで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、この番組では視聴者の皆様からのご意見を募集しております。はい、どしどしお寄せください。ご意見はこちらまで info@shibuyacrossfm.jp までお寄せください。お待ちしております。はい、お待ちしております。さあ、ホームルームのお時間です。今日の誕生花をご紹介しましょう。しゅうちゃんお願いします。はい、それでは本日のお花をお届けします。はい、今週も久保田先生と青木先生お二人の素敵な絵とともにご紹介します。はい、ありがとうございます。本日2月25日の誕生花はバラです。花言葉は愛、美です。愛と美の象徴であるバラ、つぼみ、トゲや花の色ごとに花言葉があり、多く古くから思い人への気持ちを伝える花として用いられています。だからよくプレゼントしたりするのね。そうですね、はい、今日はバラの本数で表す花言葉をご紹介しましょう。1本は、うん、一目惚れ、あなたしかいない。よくもらうわ。あら、そうですか。聞いてないけどね、安上がりだからかもしれません。5本は、あなたに出会えて本当に良かった、10本になると、あなたはすべてが完璧、可愛い人。あら、これももらうわ。はい、そして999本では、何度生まれ変わってもあなたを愛するだそうです。やだー、しゅうちゃん前にお花いっぱいもらったじゃん。バラだけじゃなかったけど。あ、そうですね、このスタジオいっぱいにお花、そうでしたね。それは今最後に言ったその言葉ですね。ありがたいですね。思われてたのかな。はい、はいはいはい、もしバラをプレゼントされるときは、一度調べてみるのもいいかもしれませんね。本当にね、久保田先生と青木先生、いつも本当ありがとうございます。なんですが、ございます。もう愛と美ですよ、愛と美、ね、はい、何をね、めぐみね、そう、私たちしかいないじゃないですか。ね、みんな、で、水木もそう思うでしょ。はい、おー、言わせてどうするんですか。じゃあ次行きましょう。あ、はい、失礼いたしましたね、はい、本当にね、本当にね。はい、では1時間目と参りましょう。気をつけれ、よろしくお願いします。はい、1時間目はワンニャンいいお話のコーナーです。はい、2月22日は、皆様ご存知のニャンニャンですね。そうなんですよね、猫の日ですよね。はい、はい、この猫の日に合わせて六本木で開催されている猫の絵画展のご紹介です。はい、ではしゅうちゃんお願いします。はい、それではご紹介します。猫アートマーケット、東京都港区六本木で行われる猫アートマーケットは、猫をモチーフにしたアート作品やグッズを販売するイベントです。はい、出展者はお笑い芸人、ナイツの土屋信之さんなど、さまざまなアーティストの作品が幅広く揃います。この番組からはなんと、めぐみさん、そして毎回放送に絵画を寄せていただいている青木雅子先生もご出展されています。さて、めぐみさんの作品がこちらです。やだー、宇治神一番さんが紹介してくれてますけど、これ宇治神さんからもらった写真なんですよ。私は会場に行ってないので、写真が欲しいと言ったらこれを撮って送ってくれたんですね。しかもこの色紙、これなんか何だかわからないで書かされたの。猫の絵描いといてよって。まさかこうなるとは思わずね。まさかここに出展する形になるとは、出品する形になるとは思わずびっくりでした。氏神さんのライブに出た時に、その休憩時間に色紙渡されて、ファミリーレストランで描いたの。ちゃちゃちゃっと描いた割には、まあまともに描けたかなと思うんだけど、もう何でもできちゃうのね。なんか展覧会みたいなところに飾るような絵ではないのに、巻いたな、ポリポリって感じですよ。でもなんかめぐみが猫ちゃんの絵ってちょっと意外でした。そうそう、私犬派だからね。でも前は猫派だったから猫も好きよ。そうですね、はい、本当に可愛いですね。はい、ありがとうございました。皆さんぜひね、イベントは、2月26日、明日までね、やってます。明日の15時までやってますので、ストライブハウス、はい、
で返す。あ、来ました。こちらですね。失礼いたしました。はい、こちらが青木先生の作品です。うん、はい。うん、はい、色鮮やかでね、素敵ですね。うん、これはもう書こうって出そうという意識で書いたものですよね。なんだかわからないって書いた私の作品とは大違いでございます。目が輝いてますね。すごい、はい、こちらのイベントは明日2月26日、はい、月曜日の15時まで六本木のストライプスペースで開催されています。入場は無料です。もしよろしければお立ち寄りください。ぜひぜひ皆さん行ってみてくださいね。天気すごいすごい本当にね。以上ワンニャンいいお話のコーナーでした。はい、はい、それではここで本日の1曲目をご紹介いたしましょう。めぐみ、はい、曲のご紹介をよろしくお願いします。はい、私昨年のバースデーライブで初めて歌ったんでございますけど、うん、あ、まあその前に舞台で歌ってたっていう流れがあり、うん、でもこのフルサイズで歌うのはまあ初めてだったんですけどね、はいはい、うん、英語と日本語とミックスした形で歌わせていただいております。原めぐみで Amazing Grace どうぞ。お届けしました。はい、では2時間目と参りましょう。しゅうちゃんお願いします。はい、気をつけれい、よろしくお願いします。はい、それではここからはゲストの先生を迎えしてのトークとなります。本日はなんとペットとお話ができるというお話でございます。はい、まずはペットとお話ができるという株式会社メタコンシャス株式会社取締役コンシャス小野先生です。小野先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日は本当楽しみにしております。はい、そしてもう一人ペットとお話ができるアプリの開発責任者株式会社ドッグハウス代表取締役杉浦浩二先生です。はい、あのグッドハウスです。あ、グッドハウスです。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本当に今日はね、あの私たち動物大好きじゃないですか。まあ、はい、コミュニケーションを取るつもりなんですけども、ええ、本当に楽しみでやってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではお二人ご紹介いたしましょう。しゅうちゃんお願いします。はい、それではご紹介します。はい、まずはアニマルトークセラピスト小野篤先生です。株式会社メタコンシャス、メタコンシャス代表取締役でいらっしゃいます。ご出身は群馬県館林市、血液型は A型、好きなペットは全てのペットですが、うん、強いて言えばミックス犬だそうです。おー。2003年より人の心と体の改善セラピストとして活動され、約5年前にペットの気持ちを聞き癒すアニマルトークセラピーを独自開発されました。人間とペットを合わせてこれまで日本28都道府県世界23カ国で合計5万件以上の対面やズームでのセラピーの実績を誇り、講座も開催されていらっしゃいます。そして本日ご一緒のグッドハウス杉浦先生との奇跡的な出会いを通して、誰もがペットや動物と話せる世界の実現のためペットアンサーアプリを共同開発されていらっしゃいます。ペットや動物に関するさまざまな問題解決の後押し、動物行動学や動物医療などの発展への貢献を目指して活動されていらっしゃいます。すごいですよね、本当、はい、小野先生、あの
動物とお話ができるんですよね、はい、そうですね、もうできると思っています、うん、はい。そしてね、このお話を実現できるアプリを開発した杉浦先生です。しゅうちゃんお願いします。はい、それでは杉浦先生をご紹介します。はい、杉浦浩二先生、うん、株式会社グッドハウス代表取締役でいらっしゃいます、うん、東京都のご出身、血液型は A 型、好きなペットはワンちゃん、猫ちゃん、そして金魚とハムスターだそうです。多摩美術大学卒業後、10年間大手企業でデザインを担当された後に株式会社グッドハウスを設立されました。オリジナルキャラクターからおもちゃやゲーム、アプリまで大衆向け商品の企画や開発をなさっていらっしゃいます。おととし暮れに小野先生と運命的に出会い、現在ペットと話すためのアプリペットアンサーを共同開発中です。世界中の人々がペットや動物と話せる世界を目指して活動していらっしゃいます、本当にお二人とも素晴らしいご活躍でございますね。本当にペットと話ができるなんて夢のようなんですね、もうこれは言うしかないですわね。しました。皆様よろしいですか。いきますわよ、はい、参りますよ、はい、せーの、男らしいタイム。来てよかったです。はい、ありがとうございます。ね、めぐみ、本当ペットとねお話ができるんですって、ねうん、夢のような話でしょ。本当にうちもペットいますけど ね会話ができたらいいななんて思ってますもんね、常日頃から。私たちの夢ですよね。みずきちゃんはどうですか。もうずっと待ってました、こういうのも。ありがとうございます。嬉しいですね。もう待たせちゃって、もう待たせちゃって。本当に、はい、待たせしました、はい、では早速お話を伺いしますよ。まずは今回ご紹介いただくのはスマホのアプリなんですか。そうですね、はい、まずは iPhone 版からなんですけれども、はいはい、スマートフォンアプリのペットアンサーという、はい、名前になります。そのペットアンサーで何ができるのでしょうか。ここなんですけれども、はい、まあ、ペットや動物とですねトークするっていうことは、できると思ってまして、はいはい、そのほかですね、まあ、例えば要望とかですね、あとはそういったあの要望をどうにしたら叶えられるかというか、まあ、それをですね、できたりとかですね、はい、あとはあのストレスとか、まあ、体調不良にですね早く気づける可能性が、まあ、あるっていうふうに考えています。はい、あとはまあお悩みの行動って結構あるじゃないですか、はい、まあ、そういったものを、まあ、もしかしたら改善できる、まあ、ことが期待できると思っています。なるほど、はい、でもねそれはコミュニケーションが普段から取れているんじゃないかと思う飼い主とその動物ペットちゃんなのか、それともちょっと初めて会いましたみたいな保護犬、保護猫ちゃんでもできるんですか。あ、そうですね、うん、あの基本的にあの動物であれば何でもいけると思っております。で特にですね、まあ、保護犬保護猫ちゃんはあの人間になんていうんですか、恐怖心をやっぱり抱えてる子が多いんですよね、はいはい、どうしても、はいはい、うん、なのでそういう子にぜひトークしてあげて、うん、気持ちを分かってあげて、ぜひですね人慣れが早くなったらなっていう風な思いで作っています。なるほど、ね、では本当に早速ね、はい、あのそのペットアンサーの様子を見たいんですけども、はい、はい、では動画を見ながら小野先生解説いただけますか。はい、はい、分かりました、うん、待っていい、これはですね、はい、まあ、ブルドッグのリブ君という子なんですけれども、はい、初めてですねここ伺わせていただいて、はい、あのまあ、人懐っこいとは聞いてたんですけども、うん、ここをですね実際にリブ君にトークしてみると、まあ、驚きの現象が起きてですね、うん、まあ、手にピタッて乗ってくれたりとかですね、はい、そういったあの実際の動画になります。でもどうしてあのペットと会話ができるんですか。ね、これはですね、はい、まあ、まあ、脳の反射技術というのをまあ使ってですね、はい、まあ、それをアプリにちょっと落とし込んでいるんですけれども、まあ、基本的にペットちゃんに質問して、まあ、イエスかノーしか反応が返ってこないんですけども、はい、それをですね、まあ、質問力を駆使することによって、まあ、あらゆることに関することを聞けるというふうに期待が、爪がね、あれなんですよね、いつも長いと思って爪いつも短く切ってるんですけど、はい、まあ、人間の持つ、まあ、要するに、まあ、テレパシーの能力っていう、あ、テレパシー、はいはいはい、聞いたことなくてですね、まあ、ペットアンサーで、まあ、読み取れる可能性が非常に高いですね。じゃあそしたら、はい、この爪なんだけど、このこと聞いていいですか。もしかして自分はテレパシーが通じ合っていたと思ってて、実は違ったので、ちょっと爪が長くなっちゃってもあるのかもしれないんですけど、でも喜びの方が、そうですね、大きいんじゃないですかね。でもこれはイエスでも思います。これの
どうですかこれも、うん、あのそうですね、例えば今ラミちゃんなんですけれども、はい、まあ、これもここもですね、あの、まあ、例えば爪が長いのが気になってるかどうかっていうですね、まあ、これを実際にトークしてみたということなんですけども、そうすると、まあ、実際に、爪が長いとなんか歩きづらかったっていうような反応が出ちゃったんですね。なのでここはあの僕がですね、なんていうんですか、信じるしかないと言いますか、まあ、こういうふうに検証をずっとしてきている状態ですね。ね、なんか誰でものやり方をしたらすぐできるんですか？そうですね、まあ、ここなんですけれども、はい、まあ、基本的に誰でも練習すればできます。はい、で練習してすぐにできる人もいれば、はい、ちょっと練習を重ねた方がいい人もいるんですけど、はいはい、それ個人差ありますけど、はい、ちなみに私の会社のスタッフとか私自身は割と早めに反応が取れるようになりました。本当に1日のうちにできるようになって感動したんですけど、はいはい、それはアプリをダウンロードしたら、はい、誰でもその動画を見たりしながら覚えられるものですか？そうですね、そのように作っているつもりです。でさらに今後 SNS とかを通じて、うんうん、今社総の先生の解説とかをどんどん流していくつもりですので、はい、皆さんがついてきてくだされるように、うんうんうん、頑張るつもりです。うん、でも、はい、いろいろこのアニマルのことを勉強しているこの番組なんですけども、はい、まあ、それも一つのちゃんとできるまでの勉強ですよね。あ、そうですね、はい、うん、はい、じゃあ早速ね、アプリでその体感したいんですけども、はい、はい、じゃあちょっと、はい、ドキ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 、映りました。これだこれだ、これだ、トップ画面です。はいはい、でここに初めての方はこちらとか使い方の詳細とか解説はいろいろ入ってますが、はい、今はちょっと割愛してトークするっていう画面を押しますね、はい、ボタンを押します、はい、でここで例えばワンちゃんに、うん、私今あるワンちゃんを想像して、うん、今お腹空いてる、おイエスが出るんですね、はい、それで、すぐに食べたい、うん、まあ、こんな感じで、これはじゃあ、はい、まあ、遠隔っていうんです、そばにいなくても思ったらできるんですか？そうなんです、いなくても、テレパシー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 、離れててもできちゃう、はいはい、それでそのテレパシーっていうのは私もコンシャス小野先生から習ったんですが、はいはい、テレパシーっていうのは私別世界の特殊な人 の, 世界、うん、話だと思ってたんですが、うんうん、コンシャス小野先生に教わってなるほどと思ったのは、うんうん、実は今地上に生きてる人ほとんどがテレパシーの潜在能力は持ってるそうなんですよ、うん、ただそれが長い間の文明生活で眠っちゃってる、でそれをオーリングテストっていう昔から有名な、はいはい、肯定的なことを意識するとこの親指と人差し指で作ったリングが外れない、うん、で否定的なことを意識するとこれが外れちゃうっていうような原理があるんですけど、うん、この原理を応用して、まあ、小野先生が動物とやり取りできるテレパシーをこの近反射に、つなげることができるってことを発見して、はい、それをアプリで、はい、画面上で線を引くっていうことでこのオーリングと同じような効果があるってことを我々発見しまして、そこがすごい発見ですよね、動物とつなげるってところがまずびっくりしちゃう。でこのスマホで線を引くっていうシステムは、うん、実は2人で考えまして、うん、世界150カ国ほどに有効な国際特許 も申請済みです。はい、そうですね、まあ、なんか同じ質問になっちゃうかもしれないんですけど、アピールでイエスとノーが出るんですよね。そうですね、はい、はい、なるほど。ですので原理はもうこの、うん、まあ、これ今わざと引きますけど、はい、イエスか、うん、ノーか、うん、この反応で出てくるんですよ、うん、だからもう少し説明するとですね、これ質問力が重要なんですよ。質問のバリエーションをコンシャス小野先生がこのアプリの解説コーナーにもうしっかり作ってますので、うん、それを見るとあ、じゃあこういうことを聞くためにはこういう順序で質問すればいいんだということが解説されてますので、でいろんなそのワンちゃん猫ちゃんの要望や、うん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 、先ほどコンシャス小野先生がおっしゃった未然に体の不調を防ぐようなことのヒントだとか、それも会話の中で汲み取れるような時代になっていくと思います。なんかワンちゃん猫ちゃんが寝ててもできるし、自分が喋らなくてもいいってお伺いした、そうなんですね、そうですね、はい、基本的にはですね、意識に働きかけるような、うん、患者とも僕は思ってるんですけれども、うんうん、潜在意識、はい、
そうですね、まあ潜在意識でもワンちゃん猫ちゃんは、うん、もともと持ってるもの、その何にも鍛えたりとかしなくてもいいんですか、うん、そうですね、誰でもできちゃうんですか、もともと、もともとおそらく持ってるものだと、うん、まあ、僕は仮説を立てて、うん、研究をして、まあ、実際にですね、それでペットちゃんに話しかけてみたら、うん、実際にも結果が出てきてるんですよ、うんうん、ですよね、なので信じざるを得ない、うん、でこれを皆さんでぜひ検証していってほしいっていうのが僕の、それはワンちゃん猫ちゃん限らずいろんな動物で大丈夫なんですか。そうです、ちなみに私最初やったのはうちの長男が飼ってる金魚でやでも答えが分かった時感動しました。金魚が餌が欲しいって言って、はい、長男が長男が毎日1回だけ餌あげてたんですが、2回くれ3回くれ1回で足りてるって聞いたらノーって出たんですよ。でじゃあ2回でどうって言ったらイエスって出たんですよ。でちなみに3回はどうって言ったらやっぱりノーって出て、4回もノーって出て、あ、じゃあ2回なんだって、本当ですか、面白すぎる、それから長男と私毎日長男2回あげてます。ね、本当にめぐみんとこ、みずきちゃんとこもワンちゃん飼ってるし、はい、うちもねいるので、本当に楽しみですね。そしてね、小野先生ね、もうちょっとマイクにくっついて喋ってほしいんです。あ、本当ですか、わかりました。はい、なるほど。さて、このペットアンサーなんですけど、ペットとお話ができるのはそれだけで本当素敵なことなんですけど、本当にこの梁先生がこのペットアンサーで目指していることを教えてください。はい、はい、じゃあ僕からですかね。はい、はい、僕の方はですね、まあ世界中のまあ多くの方々がですね、うん、このペットや動物とのまあコミュニケーションがまあ可能になるというふうにね思っていますので、うん、はい、結果的にですね、ペットやまあ動物、そしてまあ僕たち人間が、うん、より幸せでより心豊かに、まあ、共生できる未来の実現というのを目指しています。素晴らしい、ありがとうございます。先生は、はい、はい、私も同じなんですが、うん、ちょっと付け足すとですね、うん、先ほど申し上げたテレパシーっていうのは今の科学では証明できない、うんうん、ですのでこれからみんなで検証していこうと、うん、そうですね。で、これからはこのペットアンサーをきっかけにスピリチュアルの幕開けの時代、お、うん、そして誰もがテレパシーを手に入れられる時代、うんうん、そんなことを目指してます。なるほどね。だってもともとね、その何ですか、理屈じゃないこの愛のね重さとかね、あ、そうですよね、はい、なんか電話とかかかってきたらと思ったらかかってきちゃったりとかあるから、テレパシーかもしれませんよね。まさに、そういうのありますよね、やっぱりね。そうなんですよね、本当、はい、もっとお話聞きたいですね。ありがとうございます、はい、本当にそろそろお時間なんですが、これからも、はい、次の、はい、お話とかいろいろ聞かせてください。はい、小野先生、杉浦先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞお付き合いくださいませ。またの出演お待ちしております。はいはい、はい、それではしゅうちゃんお願いします。はい、気をつけれい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは本日の2曲目と参りましょう。2曲目は、今夜のゲストみずきちゃんからご紹介ください。はい、Today's Morning という曲なんですけど、はい、私が初めて作詞作曲した曲になってます。はい、大切な人を思ってこの曲を聴いていただきたいです。はい、どうぞどうぞ。
さんでトゥデイズモーニングをお届けいたしました。とても爽やかでございました。はい、では3時間目花村トークのお時間です。ゆうちゃんお願いします。はい、気をつけれい、よろしくお願いします。さて今夜の花村トークはめぐみんと初登場の、みずきちゃんでお届けいたします。めぐみん、みずきちゃん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さてまずはめぐみん、この前はね、ルー大柴さんの、はい、はい、喧嘩TV、YouTube、お疲れ様でした。そうそう、喧嘩 TV、YouTube の番組ですけどもね、面白かったですね。そしてね、威張っちゃいましょうね。そうなんです、村さん。本当、還暦なんですか。これね、還暦アッパーの人が出る番組なんですけどもね。そこら違いですね、はい。それがですね、うんうん、私たち帰れって言われたんですよね。そう、なんか私は帰れって言われた。そう、私もね、あれ帰れっていうか自分が帰るって言ったんだ。そう、それでね、あなたなんか悩みがなさそうとか言われて、なんでこんな こんな若い人呼んじゃったのとか言われちゃってそう、それでね、パーソナリティさんが原田さんっておっしゃるの。だからなんかしゅうちゃん思い出しちゃった。ちょっと嬉しいです、ね、あ、原田純さんって方でしたね。そうそうそう、しゅうさんじゃなくてじゅんさんだった。私ね、若いスタッフさんがね、うん、本当に彼って気がつくと、こそこそ、それが一番嬉しかったですね。そうそう、はい、一番話でございました。で、これ配信になるのが来月3月中、はい、またね、あの、またはっきりしましたらね、はい、お知らせさせていただきます。はい、そしてめぐみん、この間はね、なんかプロレスのリングに上がって歌を披露したと。ゼロワンのね、プロレス行ってきちゃったんですけど、うん、これ、うん、あの新浦安のオリエンタルホテル東京ベイで行われたんですけれどもね、うん、なんとリングの上で歌うのは初めてだったんですけど、ふわふわしてて面白かったですよ。でね、モノマネの方、今ときめくまっちゃん、松本人志さんのモノマネの松本ひとりさんとかね、あと桑田佳祐さんのモノマネの方とか、うん、すごい、すごくそのエンタメショーっていうのが盛り上がりました。めぐみんのモノマネさんが言ったんじゃないよね、じゃあね。え、めぐみんもモノマネさんが言ったんじゃない。めぐみんが本当に、みんなモノマネで、私は何モノマネしましょうかって言ったらなんか田舎やれって言われてしょうがないから、アグネッシャのモノマネしました、古いって昔日テレの番組で出たことがあって、うん、耳萩原さんと対戦したことがあるので、ちょうどほらプロレスだったから話題としてはいいかなと思って。ちょっと真似して、真似して。今いいよ、ね、なんでどこでもそんな、ね、ダメです、ただじゃダメです。はい、じゃあおひねり、はい、100万円いいから早く。はい、ではね、はい、めぐみん、告知をお願いします。はい、告知でございます。じゃあちょっと画面変わっていただけたら嬉しいです。はい、ですね、昨日あの夕刊フジにも掲載されましてウェブの方と紙面の方と、うんうん、2月26日月曜日、つまりは明日なんですけれども、うん、フジテレビの俺たちひょうきん族の懺悔のコーナーの、うんうん、懺悔の神様、うん、ブッチー武者さんのお店が、あるんですね、新宿に、うんうんうん、でそちらに私出向きまして、一日店長、まあ、一日ママみたいな感じで、うん、中では歌を歌ったり、お客様とデュエットしたり、うん、お食事したりっていう感じの、イベントを開催いたします。もうね、はい、ソールドアウトなので、はい、もうやりますってだけになっちゃうんですけども、はいはい、すいません。はい、はい、こんな感じでございます、うん、まだね、ウェブの方にも載ってるのよかったら見てください。そしてこちらが BS12 の番組、原めぐみのソングステーション、うん、番組自体はあなたに届ける音楽会って番組なんですけど、その中のコーナーで私のコーナーがございます。はい、ですね、河原を割りながら歌う前田瑠美さん、いや、テレビとか結構出てることですよ。めぐみが悪いじゃない、じゃあ私じゃないでしょ。あの面白いゲストさんもね、うん、登場しますので、ぜひ朝早いんですけど、朝4時半から5時、3月10日日曜日、ぜひご覧になってみてください。 BS12 です。はい、そして、はい、そして、はい、その収録、公開収録の方がその翌日3月11日、多分4月分、うん、5月分の収録だと思うんですけども、うんうんうん、まあ、さまざまな今ご覧いただいておりますアーティストの方たちが歌ってくださいますので、こちらはね、あの横浜ミントホールの方で公開収録なので、うん、まだご予約受付中でございますから、はい、どんどんお申し込みいただいて見に来ていただけたら嬉しいです。はい、はい、そしてこれは私が所属しているレコード会社ホリデージャパンの歌謡フェスタということでね、うん、旧ヤクルトホール西尾ホールで3月24日、日曜日開催されます。西川美音子さんですとかね、うん、宮城治さんですとか、ニックニューサーの田中修さんですとか、先輩方とともに私も歌わせていただきます。はい、ご予約受付中です。そして、4月になりますと、4月7日こちらは朝霞の森でスーパーアメリカンガレージ、アメショのフェスティバルが行われます、うん、これね、クールスさんですとかオシャレルズさんとか、うん、私などはいつもレギュラーで出させていただいておりまして、うんうん、おしゃれなね、アメショがたくさん並んで、そのそばでこうステージがあって歌うっていう、うん、そんなイベントです。はい、ぜひいらしてください。入場無料です。はい、
してそ、はい、そして4月11日から15日は、うん、シンデレラと3人の御曹司という、作品舞台ですねに魔女役で出ます魔女の二役で出ます、はい、大魔女と若い魔女とね、うんうんうん、はい、これ10公演中半分しか出ませんけれども月組で出ますので、ぜひ皆様ご予約お待ちしております。はい、ね、今も絶賛稽古中でございます。変わらず素晴らしいご活躍のめぐみでございますね。ありがとうございます。はい、皆様ぜひともチェックお願いいたします。お願いします。はい、さあではいよいよみずきちゃんにお話を伺ってまいりましょう。みずきちゃんよろしくお願いします。はい、ではまずはご紹介しましょう。しゅうちゃんよろしくお願いします。はい、それではご紹介させていただきます。みずきさん、シンガーソングライターさんです。東京都のご出身、血液型は A 型、好きなペットはワンちゃんです。お家のワンちゃんはこちらです。はい、かわいい、めっちゃかわいいね。はい、右がシェルちゃん、左がトアちゃんです。小さい頃テレビで見たお母さんと一緒の NHK コンサートに憧れを抱き、うんうん、歌に目覚めました、うん、OL 時代どうしても夢を諦めきれなくて、うん、全国アリアナグランデそっくりさんオーディションに出場、うん、700人以上の中から見事グランプリを獲得されました。おー、その後独学を得て、うん、2018年ビーチカルチャー雑誌ハニーのオーディションでも今日お届けしたトゥデイズモーニングでグランプリを獲得されています。おー、自分の、そう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 、ありがとうございます。その他、うん、ベトナムとの国際交流イベントに出演し、うん、2万人動員のベトナム最大の人員イベントでライブもされるなど積極的にご活躍です。素晴らしい、ありがとうございます。ね、さあ早速お話を伺ってまいりましょう。みずきちゃんはなんといってもアリアナグランデさんそっくりさんのオーディションの挑戦がまず始まりだったと思うんですけど、そうですね、はい、当時は OL さんだったとか、うん、そうなんですよ、はいはい、新卒で、はい、もう本当に受けるか迷ったんですけど、うんうんうん、やっぱり背中を押してくれる仲間がいてくれたおかげで、うんうん、こうやって、うん、まあOL はもう環境を変えたかったんで、うんうん、やっぱり挑戦しようと思って、みんなの応援を背負っていきました。ね、今ね挑戦してくれたから今ねご出演いただいてると思うよ。家族の反対とかなかったんですか？ね、あ、うん、実はこのオーディションは家族に内緒で、本当最初誰にも内緒で受けたんですよ。うんうんうん、メディア露出禁止だったんですよ会社が。なので、うん、もうこれは名前を変えて、うん、もう全部内緒で受けるしかないと思って、うん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 、でもう親には受ける当日に電話が来まして、うんうん、あんたどこにいるのって言われて、うんうんうん、であれ会社はみたいな感じで言われていや実はちょっと今大阪にいてって言って、うん、で何やってんのって言われたんですけど、うんうん、絶対優勝して帰ってきなさいよって言われて、はい、って言って、ね、ね、素晴らしいですね。でも、ね、愛にあふれてるわね。ではね、そのオーディションの様子をねちょっと、はいはい、ご覧ください。はいですね。あ、お、みずきちゃん、なんでなんでなんで地元 の、うん、ママさんたちがみじゅりってみんな呼んでくれてて、おうおうおう、そこから撮りました、みじゅき、みじゅきちゃん、みじゅき、お忍びで言ったけど優勝しちゃったらもうバレるわよね。そうですね、うん、ドキドキ、ドキドキ、もうドキドキです。目の前に誰のがれあけみさんがもう審査してるんで、あ、そしてこの曲は、この曲は、うんうんうん、Just a little bit of your heart っていう、あ、発音がいいわ、うん、アリアナグランデ の、 うん、セカンドアルバムの収録曲で私の大好きな曲なんです。普段からアリアナグランデさんの曲をよく歌ってたの？あ、もう普段、いや、もう全然で洋楽チャレンジしたことなかったんですよ。それで、ね、すごい。でもそしてね、なんと ね、はい、はい、結果発表もあるんですよ。はい、はい、アリアナグランデ賞はエントリーナンバー6番みちゅきちゃんです。おめでとうございます。感動の涙ですね。はい、もう杉浦先生泣いてますよ後ろで。
9月15日に開催されます。どうでしたかこの瞬間は。いやもうこれ実はあの親友が内緒で席取って座ってたんですよ。でギリギリまで言って秘密にしてて、で実は今来てるって言われて、もうドキドキでオーディションの結果発表聞いてる時だったんですけど、二人で目合わせて泣いてうわーってなりました。でも多分ねしゅうちゃんもめぐりもね、ま、こういう時期があったでしょ初めて初めてそうですね、19、20歳の頃はあったかもしれないですね。そうなんですね。どうですかしゅうちゃん、懐かしい初めてオーディションに出たみたいな。やっぱりなんか涙綺麗ですよね。たまに面白いこと言う。今汚れてる？いや、まだ濁ってるぐらい。濁ってんの？めぐみは？すごい濁ってる。はい、それでこのオーディションの優勝をきっかけに、はい、どんなお声掛けがあったんじゃないですか？そうですね、やっぱりあの後アリアナグランデ本人が来日するっていうそのライブがあったんですね。でその時に、YouTube のそのチャンネルのなんだろう大きい TV グループの方がお声掛けくださって、もしよかったらリポーターしていただけませんかって言って当日、はい、英語でやったの？いやもう英語で訳す方がいて、私は日本語でやったんですけど当日よかったです、もうもっとドキドキですよね。そうですね、初めてリポーター経験して、でその時いっぱいだね、はい、もう会場を全部練り歩いたんですけど、握手会みたいになっちゃってなんか列ができたりとか、写真撮る列ができたりとか、なんかもう本当に温かい会場でした、でも本当にこのオーディションに全てをかけたっていうのがすごくわかるんだけど、ああもうそうですね、日頃から自信があったのね、これに関してはもう絶対勝てるぞって、いやもう最初全然なかったです。アリアナに私似てないよって言って、友達に言われたんですよ、あんたアリアナに似てるから受けちゃいなよみたいな感じの感覚で言われて、でえみたいになって、まあでもこれはちょっと環境を変えるきっかけになるかもしれないって言って、メイクから衣装から角度から全部研究して、もしかして小野先生と杉浦先生アリアナグランデ知ってますよね？もちろんです。あ、よかったです。びっくりしましたね。映画の名前じゃないですからね。あれでやればいいんじゃない？本当に知ってますかって。でも本当にそれがきっかけになってね。そうですね、OL さんも辞めて今は歌一本と、はい、夢を追いかけてます。人生、ね、そこキロだよね。そう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 ですね、思い切ってやってよかった ね、はい、そしてねこれからの活動などをね、はいはい、目指すところ教えてください、はい、これからは、はい、もう私のルーツでもある、やっぱりホイットニー・ヒューストンとかセリーヌ・ディオン、まあ、アリアナ・グランデのルーツでもあるんですけど、ポップミュージックを見て育ったので、やっぱり世界的に活躍しているアーティストの本拠地でもっといろんな刺激を吸収していきたいなと思って成長する必要があるので、音楽制作も続けながら、これからはニューヨークに行く準備をしてます。そしてなんか告知があるそうなんですけど。はい、そうなんです。はい、こちらですね。はい、ご紹介お願いします、はい、ちょっと遠いんですけど川崎の方でライブが今度ありまして、4月の12日に向こうが丘の遊園、コーヒーショップですね。コーヒーショップ。そうなんですよ、私もここ初めてで、私が参加するゴスペルクロニクルっていうチームがあるんですけど、この間オーディションでソリストっていうそのソロで歌うフレーズを勝ち抜きまして、で今度ここで、すごい、でここで歌いますので、ぜひ皆さん来てください、配信もやってます。きっとね、両先生は見に行ってくださると思いますよ。嬉しいですね。ぜひ来てください。はい、はい、ぜひ、はい、4月のもう一回お日にちお願いします、はい、4月の12日です。はい、はい、こちらですね。なんか金曜日ですね。桜が終わったちょうど。申し込みはどうすればいいんですか、はい、申し込みは、私の DM、インスタの DM でもいいですし、最後アドレスが載ってますね。あ、こちらに載ってますね。はい、はいはい、アドレスでも大丈夫です、はい、みずきちゃんのね、素敵な、ね、歌声をぜひ皆さんチェックしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではね、本当3時間目本当もっと話を聞いていたいんですけど、はい、ここでおしまいですね。しゅうちゃんお願いします。はい、気をつけれい。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、ここからは大好評のコーナー真の達人コーナーです。拍手拍手。
はい、来たか。あ、そう、本日ご出演の皆様は一芸に秀でた達人でいらっしゃいますね。そんな方は何でも見抜く力がありますよね。はい、めぐみ、はい、小野先生、はい、もちろんでございますよ。ゆきちゃん、お任せください。はいはい、そしてしゅうちゃんね、皆さん大丈夫ですね。先月も当たったし、はい、任しとけですか。はい、任しとけ、任しといてください。余裕ですね。さてでは早速本日のお題をね、しゅうちゃんからお願いいたします。はい、それでは本日のお題を発表します。はい、本日のお題は、うん、ポテトチップスです。おお、スナック菓子の代表格のポテトチップス、はい、どなたも無償に食べたくなる国民的スナックですね。その中でも本日は2大メーカーの小池屋さんのポテトチップスとカルビーさんのポテトチップスを食べ比べていただき、本日は小池屋さんのポテトチップスを当てていただきます。小池屋さんを当てるのね。はい、本日は海苔塩味をご用意しました。まあ、ポテトチップス、これは皆さん簡単ですか。簡単ですね。言いましたね。でもね、まあ一応ね、しゅうちゃん、はい、ヒントねね、小池屋さんのさ、はい、イケイケゴーゴー小池屋って歌してる。あれでも私のね、歌のね、先生が作ったの。あ、そうでございますか。だからもう当てちゃうわ、今日は。そうですね、今じゃ説明お願いします。まあ、でも一応ヒント言ってあげますね。はい、はい、それではこちらをご覧ください、はい、どうぞ。はい、ご覧の通り、原材料と栄養成分はほぼ差がありません。ヒントに記載の通り、小池屋さんの方がほんの少しだけ栄養成分の値がコンマ数グラムだけ大きくなっています。はい、その違いは食べた時分かんないと思います。全然ヒントじゃないと思います。そうなんですよね。はい、はいはい、そして、うん、毎度おなじみ当番組のプロデューサーの独断と偏見の勝手レポートによると、食べてる感があるのが小池屋さん、うんうんうん、みんなでワイワイできそうなのがカルビーさんということですが、うんうんうん、さあこれでますますわからなくなってきました。みんなでワイワイできる味ってみんなで、はい、どんな味なんですか。そうなんですよ、よみさん。プロデューサーさんが言ってることわけわかんない、ね、これは 何を言いたいのでしょう か、この間ね、番組プロデューサーを信じたら私だけ間違ったんですよ。本当ですか。だから今日は信じないで今日はじゃあ自分の舌を信じたいと思います。はい、は両方とも海苔ですよね。はい、そうですね、海苔塩味です。はい、さあ皆様、小池屋さんのポテトチップスを当ててください。はい、いただきます。はい、それでは実食参りましょう。どうぞ。まずは、はい、まずは一番のポテトチップスを食べてください。私はもう見た目で分かりました。もう早い。はい、うん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 、美味しい。あ、まあ、もうこれを食べるだけでね。はい、だからその小野先生もうやったふうになった。ちょっとあの口を改めてみるんですか。あ、どうぞどうぞ。あ、いいです、ね。私実は一昨日食べましたね。お、あの片方のポテトチップスを。はい、じゃあもうしゅうちゃん外せないです。はい、いいですね。はい、それでは2番の方を味わっていただきます。はい、どうぞ。はい、そもそも硬さが違うんで。確かに、うん、大きなヒントかもしれませんね。うん、で、小池屋さんは何でしたっけ。小池屋さんは、はい、小池屋さんは、うんうん、食べてる感があるのが小池屋さん、うん、というふうにプロデューサーは言ってました。ワイワイ食べれるのがカルビー。じゃあ皆さん両方持ってください。両方持ってください。ね、両方持ってどっちかってことね。はいはい、皆さんもう自信満々ですね。食べてる感だったらこっちでしょ。小野先生どうですか。あ、もう決まりましたね。あ、どうですか。まだダメですよ、いっちゃ。はい、もう分かりました。分かりましたね。迷う。はい、ねうみはもちろんです。はい、はい、みずきちゃんは、まあ、これは簡単ですね。あ、はい、バッチリです、バッチリです。食べてないのに、はい、食べてないのに、もうテレパシー。それでは皆さん、はい、答えをいただきますわよ。小池屋ね、はい、小池屋です。いきますよ。番号言ってくださいね。せーの、はい、2番。え、あれ割れましたよ。割れましたね。割れましたよ。食べてる感は2番でしょ。あれ、そうですよね。皆さん挙げといてください。はい、それでは、はい、それでは、はい、正解の方、スタッフさん、はい、お願いします。はい、正解は、はい、正解は2番だそうです。正解は2番です。さあさあさあ、負け惜しみを聞きましょう。まずは、はい、杉浦先生、はい、どうぞ。うっかりペットアンサー使いませんでした。使わなくちゃですね、こういう時にみたいな。はい、はい、じゃあ、まあ、あの、おめでとうございます。はい、小野先生どうですか。あ、まあ余裕ですよね。はい、2人の関係、テレパシーで、ポテトチップスとテレパシーで、2人の関係性は本当大丈夫ですか。はい、あの、全然もうテレパシー使えばよかったのに。ペットアンサーでね、深い絆で。はい、あら、みずきちゃんは
外れましたね。でもなんかちょっと一番の方が栄養素ちょっとあるかなみたいな。私恩師、恩師和田先生、いけいけゴーゴー小池八子さんって方ですから。みゆみんが珍しく当たりました。珍しくない、前回も当たったよ。しゅうちゃんは、はい、もう見た目で分かりました。わ、素晴らしい、すごいね。いごい、はい、皆さんありがとうございました。はい、早いもので本日もお別れの時間となりました。お便りお願いします。はい、山梨の30年前のイケメンさんからです。はい、ヨウミ先生、メグミンさん、こんばんは。今日も寒いですね。前回は番組終了後のショットありがとうございました。ご両親とも、あ、ご両者とも美魔女なのですが、あんちゃんだ、125ですか、うん、ちなみにメグミンさんと私を合わせても125です。番組頑張ってください、足からということでした。はい、はい、番組へのご意見ご要望をお待ちしております。はい、本日ご出演のキャストの SNS はこちらです。はい、はい、本当に今夜も、はい、めぐみ、そして小野先生、杉浦先生、そして水木さん、ありがとうございました。またお待ちしております。次回の放送は3月10日の日曜日、それではまた20時から花村学園でお会いいたしましょう。皆様、はい、ありがとうございました。